ここは郡上大和地区の高速下と言われているポイントですね。土手の上から撮っていただいて、おとりの打つ位置と、あとまあかかった時の引き抜きですね、そこら辺を今日は中心に見てもらいたいと思います。まず手前からこの泡ですね、やっぱり手前の泡立ち見逃さないように、やっぱりこの時も下の目印だけを見ていると糸の張り加減がつかみづらくて窮屈な感じがするものですからね、上の方の目印を見て糸全体の張りを確認するようにした方が釣りやすいですね。もう下の目印だけ見るとすごい窮屈な感じがして釣りにくいですけど、よし、かかった、あ、割れたか、持ったな、もう開始1分で釣った。よし、こんなところでも見逃しやすいようなポイントだと思うんです。だから昨日も言ったけど、誰もが狙う1級ポイントと人がやらないような3級ポイントかかる確率は同じぐらいっていうのが、まあこんなようなことだと思います。こんなとこだけでポンポンポンと3連発とかなんてね、しょっちゅうある話なので、これも今のアユが動いて糸が斜めになってるでしょ、これも実はあんまりいい状態じゃないんです。わかりますかね、昨日のこの言った法則で言えば、まあ、このくらいならギリギリかかるかもしれんけど、糸の張り加減、糸の角度で点数をつけてすれば60点ぐらい多くかかった、かかりましたけど、まあ元気がいいからかかるけど、ちょっと弱っとったらもう今の角度だとおとりの動きが不自然になるからかかりにくくなるんですね。次はこの手前のこの泡、泡の切れ目ぐらいに入れて、泡の中で今うろうろさせて待ってる状態、30秒から1分待って、今こう糸を張り気味にして待ってるんだけど、そこからなかなか動いてくれない、今同じところにずっともう30秒ぐらいから1分ぐらいいるもんで、そして移動させたい時はそこからおとり1匹分ぐらいでいいです。ギュッとこう竿を曲げて引き上げてやる、先はギュッとこう2番とか3番ぐらいまで曲がりますけど、移動の時はもう曲げて、穂先曲げて もうどんだけ曲げても構わんもんですかね、2番もだろうが3番だろうが、穂先が大きく曲がっとっても目印が大きくこうブレてなければ全然大丈夫なんですけどね。だから穂先の曲がり具合で見るよりも目印のブレ方で見た方が正解だと思います。ここはこの手前の緩いところに沈めといて、ギューッと向こうに押し付けて石裏の樽に入れといて向こうにギューッと引き込んでます。こうやってやるとちっちゃなおとりや多少弱ったおとりでも綺麗に流れの強いところに馴染むので、石裏のたるみを利用した釣り方、たるみを釣っとってはダメなんですけど、たるみを利用して落ち着かし沈めといて、落ち着かしといてからこの急流にギューッとこう入れていくっていうのはすごく有効だし、結構多用するやり方だもんですからね、ポイントの形状でこういう場所があったらこのやり方やるといいと思います。たるみから急流に入った瞬間にかかるというのはすごく多いですね。次はちょっと腰ぐらいの水深がある落ち込みの泡の中って感じなんですけど、腰ぐらいの水深があって泡が立ってるポイント、アユは泡を食べて生きてるんじゃないかっていうぐらいアユはこう泡立ちが好きだもんですからね、シーズン通して、泡立ちっていうのは狙い目なポイントだと思います。よっしゃ、あった。